あ、じゃあね、ちょっとね、今ね、あの薪がね、ここすごいたくさんあるんでね、いくらでもね、木が落ちてるんで、ちょっとこれ切りたいと思います。で、今日ちょっとね、新しいね、ちょっとノコギリ買いました。ノコギリとね、斧、これ和斧ですね。めちゃくちゃ切れます。でね、ちょっと車にね、実は研いできたんですよ。でね、髪もね、切れるぐらいスパスパにしてきたんで、めちゃめちゃ切れました。でね、あとね、これね、このゴムボーイっていうね、まあ一般的なホームセンターなんかにも売ってますけどね、これよく切れますね、すごく。まあ粗めのやつね、こんなやつよく切れます。すっごい切れますね、これ。ということで、ちょっと切ってみます、これを。まあ、これ切らなくていいかな、このまま使っちゃえばもう木いっぱいあるからね、まあ、木がいっぱいあるから別にいらないかもしれません。これを切りましょう。これでかいんで、このね、一番ぶっといね、こいつを切ります。これはちょっと切らないとね、ダメなんだよね。ちょっとこれをね、よし、ほら、これね、直径3、どんぐらいかな、直径25センチありますね。すごいぶっといです。早い、ほら、もうこんなにいっちゃった。すごいな、よく切れます。おお、すごい、早いよこれ。もうここまでしょうか。よし、もう行ったかな、これ無理だな。よし、行った、ほら、行ったっしょ、これね、20センチかな、直径で、直径20センチですね。あっという間です。まずかね、1分半で切れました。めちゃくちゃ切れる、これ。まあ、すごいですね。直径25センチのね、木もね、このゴムボーイでね、真っ二つですね。わずか1分半から2分です。早いです、すごく面白いもう切れるね切れるな。ほら、女性でも切れるでしょ、このノコギリ。すごいですよ、ほら、あんなに切れた。力の弱いね、女性でもね、こんな切れちゃう、ほら。すごいよ、切れるよ、あんなに切れちゃったよ、もう。疲れた、ちょっと疲れた、ちょっと疲れた、うん、いやー、すげーな、あんなに切れるんだ。 OK これ直径20センチぐらいありますからね、それでもあんなこんな切れちゃうんですよね。すごいよこれ。もう切れたね。随分切れたな、これ。すごいね。女の人でもあれだな、これ。
5分ちょっとあればね、多分切れちゃいますね。まあちょっとやっぱ大変だけど、それでもこんな半分来ちゃったからね、今ね、もう 2分半で半分かな。やっぱ5分ぐらいで切れちゃうんだな、5分ちょっとでね。休みながらやっても7分ぐらいで切れるかな。綺麗にしたよ。面白いかな。あ、ちょっとかな。大丈夫だよ。ジムみたい。トレーニングだね。ちょっとしたちょっとのトレーニング。ほら切れてる、もうここまで切れてる。お、行ったんじゃない、もう。もうほぼ行ったね。あ、切れてきてよ。もうほぼ行ったでしょ。あ、もう行ってるよ、ほら。大丈夫。あれ、どこだ。あ、ここだ。ここだ。あ、取れた。切れた。切れました。約7分ぐらいかな、女性でね。ほら、こんなね。これね。今ね、リタがね、切った木ですね。約直径20センチの木ですね。約7分ぐらいでね。7分経ってないかな。ひょっとして5分ぐらいかな。5分ぐらいでね、切れちゃいました。これ早いですね、すごい。めちゃくちゃ切れます、今回ね。やっぱね、このノコギリめちゃくちゃ切れますね。もう替え刃もね、売ってるし、このゴムボーイってやつ、まあ結構ね、あの現場系の人がね、使ってるやつなんですけど、ちょっと気にはなってたんですよね。切れますね、間違いなく、ものすごく。まあ切れなくなってきたらね、替え刃買ってきてね、まあ多分1500円から2000円で売ってるんでね、替え刃が。買ってきてつければいいだけなんで、まあすごいですね、これ。切れ味抜群です、このノコギリは。最高です。長さがね、刃渡りだけ27センチかな。大きいですね、結構ね。いいです、これ。よかったね。切れました。ね、女性でも切れるね。折りたたみのこぎり、これ最高です。買ってよかった。もう十分だと思います。今日はね、これで焚き火できますね。一番太いと思います。一番太いのはね、これだけど、これもね、全部燃えます、綺麗に。ちょっとね、これでね、今日はね、まあ焚き火の材料は十分でしょう。
火はねこれで十分で、まあ足りなかったらもう横にたくさんあるんでね、あの切ればいいだけなんで、まあ楽ですね。まあ、非常にね、あのお金のかからないキャンプですね。まあ無料のね、こういうキャンプ、Bサイドのキャンプだとね、やっぱお金かからないですね。木もね、たくさん落ちてるんで、結局ね、キャンプ用なんかにちゃうとね、薪をね、買ったりしなきゃいけないんで、やっぱお金かかるんでね、こういう場所だとね、全部無料です、ものが。ただ水がないだけですね。水はやっぱり持ってこないといけないんでね。まあ、かなり自由度は高いですね。今日もね、私たちだけしかね、ここにいないので、結構ね、いっぱい切りましたね、今日は。やっぱ新しくね、和斧とね、あとノコギリをね、ちょっと新しいもの買ってよかったです。すごくいいです、これは。いろいろな、Amazon とかね、いろんなので調べたんですけど、まあ、すごい良かったですね。まあ、この和斧もね、別に安いやつですよね。安いやつだけど、ちゃんと鋼がね、ついてるんでね、よく切れますね。いくらかな、確か4000円か5000円だったと思うんですよ。そんな高くないんですよ。まあ、安いものだとね、トイレもね、結局あんまり切れないんでね、ちょっと迷ったんですよね。あとまあ鋼がついてないっていうかね、刃がついてないんでね、いくらトイレもね、切れないんですよ。これはね、めちゃめちゃ切れます。髪がね、こう切れるぐらいスパスパ、そのぐらいね、ナイフみたいに切れてました。あとこっちはね、これはこれでね、目がすごい荒くてね、こういうキャンプなんかに向いてますね。で、あとこの刃がね、結構厚みがあります。なんでね、簡単にはちょっとね、曲がったりはしないと思うんですよね。ということでね、これすごくね、便利ですね。20センチのね、丸太がね、約ね、2分ぐらいで切れちゃったんで、まあすごい優秀だと思います。以前のね、前のね、これ一つ前のね、ノコギリなんかはね、20センチの丸太だったらね、大体5分、10分かかったんでね、切るのに大変でした。これは早いですね。まあ、今使っているのが27センチかな。刃がね、約刃渡り27センチのね、ノコギリを使っています。粗めの。